さて、本日の開封動画何でも開封するなよって怒られそうですけどね、今回のですね、Mac mini のモニターですね、当初はモニターを、買うつもりはなかったんですけれども、後ろに映ってます余ったモニターをね、活用しようと思ったんですけれども、ワイドスクリーンじゃないし、あと何よりも向こうはアナログなんですね。それで、デジタルのポートが使えないということで、接続にやや難がありということで、もともとあったレノボの21インチの、モニターを、切り替えで使ってたんですけども、何かと不便なんで買っちゃいました。ちょっとね、ポイントが溜まってたんで、実際ね、これ値段も、そんな高くないですよ。1万円台で買えます。1万円台の、前半から中盤、この辺はね、後半、その辺は皆さん各自、交渉してみてください。私は全部ポイントで購入いたしました。解像度はですね、1920×1080、これは 23.6 インチなんですけれども、Mac の 21.5 インチと解像度は全く同じです。おそらくね、同じこれ液晶を使っていると思います。もちろん LED のモニターになります。じゃあ開封していきましょう。おそらくね、Mac もね、この液晶を使ってると思います。映るに関してはね、一応店頭で確認しましたけども、とっても綺麗です。この辺ね、これは何だろう、これは多分ね、スタンドの縦の部分ですね。で、これが、電源の AC アダプターですね。で、こちらが、電源コード。これはドライバーの、これは、CD、オーナーズマニュアルですね。あとドライバーですね、インストールの。で、こちらが、おそらく、これが、AVI、なんでしたっけ、DVI ケーブルと。あとこれが昔の VGA ケーブルですね。で、これがおそらく下の、台になります。一応ヘアラインですね、これね。わかりますか、ヘアライン。結構かっこいいですね。これがモニター本体ですね。ディスプレイの本体になります。実はこれね、こんな薄いんですよ。ほら、おそらくね、これね、ほら、こんな薄いの。わかりますか？ほら、こんな薄いの。で、これ、この辺もヘアラインが入ってますよね、結構。で、表面もね、これ、ノングレア処理っていうんですか。リアもこういうエンボスになってますね。ここに DVI の D と、あと、D サブの、差し込み口ですね。そしてこちらが DC、DC だから直流か。直流に変換してあるんですね。それの、差し込み口。すごく薄いですね。で、下に、ここスイッチがついてます。これね、おそらくね、 Mac のね、モニターとね、多分同じです。これ使ってるパネル違ったらごめんなさいなんですけども、おそらくね、 iMac とか、Mac のね、パネルとこれ同じだと思いますね。こっちは1万ちょっとで買いちゃいます。ちなみに Mac はね、27インチの方になっちゃうんですけどね、 Mac mini で選ぶとすると。これ解像度は 2560×1440 です。27インチの方は
21.5 インチは全く、これより一回り小さいですけども、1920と1080で全く同じ解像度です。まあ、値段はね、Mac の、モニターの27インチは8万4800円します。正直言ってですね、まあ、大体7分の1くらいの値段ですね。皆さんどっち選ばれますか？ちょっとあとこの後組み立ててみたいと思います。さあ、組み立ててみました。これは横から見たところなんですけれども、こんなに薄いですね。今これは正面から見たところですね。23インチですので、こちらは、21インチよりも、一回りでかいです。ちょっとね、まだ Mac mini と接続してないので、またね、映したところもこの後、これちょっとね、それは Mac mini とシステム全体の方で、また一緒に、ご覧に入れたいと思います。とりあえず、開封動画でした。とにかくね、めちゃめちゃこれ薄いんですよ。ほら、わかります？多分ね、これ Mac のディスプレイと同じ液晶パネルを使っていると思います。値段は7分の1です。あなたはどちらを選びますか？